だけど、いつものところにいなかったの。はんぺんが生まれてから初めての雨だと思う。びっくりして逃げちゃったのかな。かすみさんが今探してくれているんですが、皆さんにも手伝ってほしいんです。はんぺん、寂しい思いをしてたらどうしよう。わかった、頑張る。もう1時間は探してるのに見つからないなんて。はんぺん、誰かに拾われたってことは考えられない？はんぺんは引っ込み思案だから、あまり人目のあるところには行かないし、それはないと思う。そっか、小さいから見落としちゃったのかもしれない。もう一度最初から探し直そう。うん。あなたの腕から飛び出してリナちゃん一直線だったね。あの、みんなありがとう。リナちゃんボード、ペコリン。もう一つみんなにお願いがあるんだけど、いいかな。もうはんぺんのこと一人にしたくないの。事情は分かりました。ですが、部室で動物の飼育をするということに許可は出せません。お願いします、ちゃんとお世話します。そういう問題ではありません。他の生徒たちの手前、ペットの飼育を許可することはできないのです。じゃあ、はんぺんのお家が見つかるまで保護させてほしい。それならいいですか？あんなに小さくて非力な動物を放っておくなんて。私、守ってあげたいんです。お願い、しおり子ちゃん。はぁ、仕方ありませんね。あくまで里親が見つかるまでの応急処置ですよ。はい。うん、リナちゃんボードやった。ということで、部活内での当番表を作って提出してください。ちゃんと世話ができていなければ。わかってますね。しおり子ちゃんもはんぺんのお世話する？まあ、あなた方がライブでいない時であれば、私が面倒を見てもいいでしょう。嬉しい。一緒にはんぺんのお世話しようね、りなちゃんボード。